一歩得した。まあそれはこっちで一直線アナグマ、お前が先手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、旧位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということでやっていきましょう。今回はなんじゃこの戦法は、中飛車か、なんか端角中飛車っぽい感じがしますね。どういう構想でいこうか。まあ金上がって、うん、で角道開けて、これ取るぞって言っといて、でここ上がってこうか。歩ついて、歩突かれて、金が上がって取って取ってやから、歩突かれたらこれ金が上がるとかそういう風な感じがいいのかな。まあまあ歩ついて、あの熊行きますよって言ってきますか。それは何それはなんじゃい。この辺回ってくるってこと。まあまあ普通に金上がってきますか。なるほど。まあ後々のこうなんか銀上がりとか見つかるのかね、ちょっとわからん。まあ今すぐ上がるとなんか玉が角のラインに入っちゃうんで、ちょっとめんどくさい感じするんだけど、まあ飛車先ついといてどうするべきなんかね。これ囲いにくくなっちゃったんだよね。が角上がって玉上がって、まあ玉結局このライン入っとるとめんどくさいもんな。なのでこれはどうしようかな。なんかねここ行こうかなと思ったりね。橋つくやん。橋ついて同歩なら歩ついてん、一発ここ入れるべきなのかな。なんかねそういう筋があったと思うんですけど、でも玉はとりあえず囲わないかんよね。まあなんかいろいろ考えた結果、無難なのは金上がりじゃないかなとか思ったり、まあ金上がってしっかり囲ってきますか。右側でね、なんか応戦したいんですけどね、あの端角は絶対に咎めたい。まあ、ここまで囲っといて、で、端もついといて、あー、これ、熊に行きたいってことかな?まあ、いいや。じゃあ、ちょっと形はいびつやけど、俺も熊に行かしてもらおうか。ね、俺だけ、端の位取っとけばこっちから攻めるっていう選択肢があるでしょっていう風に言ってきますか。で、そうですね、まあまあよく囲っていきますか。で金が寄っといて、よく入って、これ銀が出てきた瞬間にこれ橋いきますけど大丈夫ですか。橋ついてどうすんのこれ。橋ついて同歩なら同香で走るよ。とりあえず行きますよこれは。俺は熊じゃないけど、いや全然これ行きますけど、これでまあ右側で一応ちょっとポイントあげたんで、これでどうしようかな。なんかさばいていく手もあるんかね。なんか香車なら瞬間、香車歩打って同香に歩打たれた時に香車打ってどうすんって話があるんだけど、7分か、ここの位守るために飛車寄ってもいいよねっていうのと、あとはなんかできることないかな。銀がここに浮いとるっていうふうに考えた時に、まあ一回ハッチ閉めとくか。香車走る歩香に歩突きを用意しておきたいんだけど、まあ銀がなんとかできないもんな。
一歩得した、まあ、それはこっちで一直線アナグマぐるっと回転する形にはなるんだけど、これで受かってますよと。で俺も一歩ここで交換できたから、まあ、それはそれでちょっと満足かなみたいな。でここで、まあ、歩突きが歩が一発で筋かな。でこうやっといて、でこうやってついてって香車取ってもいいよ、でもと金作りますよ。香車取るの嫌だったら歩取ってねと。こんな感じでどうですか。香車取ったらと金ができるよね。まあそれはさばき合いかな。交換させてもらいましょうか。そりゃねこうパッと見ここに飛車とか打ちたいけど、銀と金の両取りでしょ。それでどうなの。こう守る手ある、守る手があるのかいないのかい。角上がってくる、飛車回る、まあ銀ボロだよもんね。いやどうするんかね。ここかな、なんか打ちたいよねここね。飛車打って飛車打つ、まあ金取り。いやそうよね、こっちをね、まあまあここ打ってみますか。ちょっとねなんかあの相手陣に打つわけじゃないんでちょっと嫌な感じするんですけど、まあ、これで金銀両取りなんでどうですかっていう。で瞬間的に俺が強者得しとんやろ。うわお、マジか。まあ銀取りますわこれは。とりあえず銀取らせてもらおうか。まあ銀取るしかないからね。でこれは今度はどっから回っていくんかなっていう話はあって、あなたここ歩切ってないから強者ぶっ刺していくっていう手はさすがに微妙か。強者でこっち上がられてこっち回ることになって、何がいいのかね。歩、まあ歩切りやからな、さすがにこっちかな。一回はこっちかな。なんかここ行くよって言っといて叩かれて下下がっといてみたいな、そういう感じかな。こういう感じでどうかなまあ歩も一歩補充しつつ、これは次に強者打ち狙ってますね。なので、まあ一回ここにかわしとくんかな。でここの歩払うよとか、香車打ったらあかんよな。まあまあ一回引きますか。まあ払いに行きますよってことなんですけど、あとはやりたいことは何ですかって言われたら、まあそうね、この角がちょっと負担になってる感あるから、こっち払うかが、ここに歩打って香車取るぞって言っといてみたいな、そういう手でいきますか。いやー遅いかな。歩打つか。と金作った時に角当たりになりますよっていう話はあって、で角がいなくなったらここ成り込みますよっていう手もあって、どうなのと。でこう帰ってきた時に当たっとんだけど、どうなのと。いやこれ筋バレやけど強者打ってみる。なんか浮かんじゃった。本当はねこっち側に手つけたかったんだけど、
まあしゃあないっすね。これはこっち行くと業者が待っとるってこと？まあ一回払うか。3分。まあここここかな。まあ相変わらず京都京あ相変わらず格闘技が残ってるんで、まあ、これは多分受けてくるとは思うんですけど、相手の攻め駒がね竜と香車しかないんだよね。歩がね全部打てないから、まあまあこれは一回取りますわ。で活用していこうかのそのそと活用していきましょうか。まあまあまあ強者打ちは別に何でもないから、これ風かな。風ってどうなのっていう。風って取って取ってここに風たらめんどくさいから、この馬をうまく2分30秒取り切りたいんだけど、あ待って、これタダじゃん。ダメや、タダじゃんこれ、やば。あマジか、ラッキー、それはラッキー。まあこっちになりますか。で飛車は殺されそうってことか。まあここまで決めとくか。で香車かなんか来るんでしょ。でその時に一回瞬間これが入るはずで、まあ、それはここまで決めさせてもらって、香車はもらっとくべきかな。香車もらっとくべきだと思う。で桂馬はないから、まあ寄ってきますか。ひた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 寄ってって、それ別に詰めろでは何でもないんだけど、銀引っ掛ける、角かな、銀かな、銀っぽいね。いや違うな、京都らしだな。で金引いといて、金引きかな、金引きやろね多分ね。ここ2枚引いとるところね。まあここかな。埋めといて、まあね穴熊やっぱ張り付くのがいいっすよね。とにかく固めるなら固めるで埋める、埋めるなら埋める、守りは埋めるべき。で相手の穴熊を崩すときはべちゃべちゃってくっついていくのがいいっすよね。まあ強者なるかな。一番早い相手の攻めってなんだろうね。と金作りかな。角をいい位置に打ちたいね。それは一回避けとけば何でもない感じもするんだけど、ちょっと重いよね。ちょっと重いよね。攻めたいんだけどちょっと重いんで一回受けとこうっていう。でこれで相手の攻め駒じゃない、守り駒がなくなっちゃった。1分30秒なくなったような感じもするんで、これ何、これこう行ってきて取ってこっち行った時に、まあ角で引いといていいよね。これはわからんけどこうやってみるか。ここ突っ込んでくるってことよね。まあでも剥がしといて、でまあ桂馬かな。先にやっぱり食らいつきたいよね。まあ金かな、金打っときますか。
で、まあ駒渡してもいいっすけど、あなた積みますよという形にしておけばいいよねと。飛車1枚でも多分渡したらねアウトだと思うんだよね。まあなのでこれはとりあえずこうやって取っといて、まあ同銀でしょ、で金まで行っといて、これ一応詰めろか、金が入れば詰みなんだけど、うわお、いやそれはこっち来るけどな、まあ、こっちだよね、これ詰めろです、これ受けなしじゃない、はい、ありました。よくぞこの厳しい戦いを乗り切った、見事だったぞ。はい、いかがだったでしょうか今回ね。相手の極秘中、まあ、中飛車に対してちょっとね駒組みぐしゃぐしゃだったんですけど、まあ一直線アナグマやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてくださいということで、本日もお疲れ様でした。おあいそ。